いいえ。と言いますと？別にありません。かわいそうも何も、ただの物語ではないですか。なぜ物語などを悲しいと感じるのでしょうか。なぜ架空の人間をかわいそうだと思わなければならないのでしょうか。私、少し眠くなってきたようです。それでは、お願いいたします。いらっしゃいませ。見ればわかりますよ。大方、なしでも届いたのでしょうね。とりあえず感謝しておきます。いいえ、いりません。それなら自分の部屋でやってください。私の横でやられると目障りですから。はあ、暇な仕事ですね。所長さんならもっとやるべきこともあるのではないでしょうか。最低ですね。お貸しください。所長の皮むきは危なっかしくて見ていられません。私がむきますので。練習すればこのくらいは誰にでもできます。ありますよ。試しにここへ来る時間を皮むきの練習時間に当てればいいのではないでしょうか。
嫌です。ケチではありません。当然の主張です。私があなたにお弁当を作って差し上げなければならないのでしょうか。覚えてません。それは過去の話です。今は違います。私はあなたにお弁当など作りたくないです。ふん。なら逆になぜあなたのお弁当を私が作らなければならないのでしょうか。私は図書館司書の仕事をしていたはずです。そんなものはシェフの方にでも任せたらよろしいのでは？ケチではありません。塞げてないじゃないですか。嫌です。できました。早急に食べて出て行ってください。そうですか。いりません。などと言っても、あなたは聞いてくださらないのでしょうね。自信ありげなのですか。嫌味を言っているのに。味が薄い気がします。そうだったのですか。よく覚えてません。別につまらなくはありませんが、これといって興味もありません。なんでと聞かれましても、興味がないものは興味がないとしか答えようがありません。そう言いましたが、気を悪くなされたのなら謝ります。私がそう感じただけであって、架空の物語にも普通の方は感動されるようなので。いいえ、知りたくありません。いいえ、人は人ではないですか。私は今、その感情がなくとも不自由していませんので。
何か難しいお話をされているようですが、私には分かりかねません。一つ気になったのですが、お聞きしてよろしいでしょうか。なぜ高弘さんは今苦しそうな表情をなされたのですか。何か体にでも不調があり、苦しいことでもあったのでしょうか。答え？私はあなたに何か質問をしたのでしょうか。うん。高弘さん、星の金貨の話を覚えてますか？あなたが私にしてくださったあの話。私もあのおじさまのように高弘さんに一生分の幸せをプレゼントすることはできませんが、それでも高弘さんが今日を穏やかに暮らせるくらいのプレゼントはできますよ。いらっしゃいませ。はい、そうですね。うん、そうですね。そういえば私も必ず寝てしまいます。何のことですか？